松平信政元六四年十一月二十五日は、江戸時代前期の旗本。父は、高塚佐松平家初代松平信平。母は、奇州藩主、徳川頼信の娘松姫。性質は、森長継の娘、王姫。関西重州諸家府などによる意味名は信政漢文十二年ウルール6月9日、将軍、徳川家綱に拝越する。 遠方4年12月26日、14にした、自重に助任されて、大見守るを名乗る。後に、左平正しに改める。元禄2年12月2日、父の死により、医療7000国を継承する。将軍、徳川綱吉の五代所で、高塚家出身の高塚佐信子から信任を受けた。父の死から2年後に後を追うように病死した。改名は、 音響院伝授四民衆医法、岩純真大古事。家徳は、長男の信清が相続した。祖祖父は、徳川家康。祖父は、関白、高塚祖信房、奇州家祖、徳川頼信。徳川三代将軍家光とは、いとこ違い。その五代所、高塚祖高子はおば、さらには八代将軍、徳川義宗とは、いとこである。五折家、徳川将軍家。 御参加といった最高の格式を誇る家々の血筋を受け継いでおり、皇家でもない一階の旗本でありながら国士並みの簡易感触に助せられていた。ありがとうございます。